どうも、皆さん、工藤でございます。今回も工藤ラジ聞いていただきありがとうございます。今日は座ってお送りしております。今日から6月でございます。はい。いやー、6月もね、ちょっと頑張っていきたいなとは思っておりますが、あいにく天気はね、ちょっと雨という感じで、なんか台風1号はね、もう通り過ぎたのかな？あの後ね、すごい晴れたなと思ったら、なんか、またなんか、なんでしたっけ？なんとか降水帯みたいな。名前わかんねえんだけど、はい、が来てるとか来てないとかっていうニュースも流れてて、まあ梅雨の時期でもね、ありますから、まあちょっと気持ちはね、こうハッピーにしていきたいなというふうには思いますけど、今日はもう予告してましたけど、クドラジのカバーアート新しくなるということで、まあ座ってるって言いましたけど、なんで座ってるかっていうと、パソコンをね、ちょっといじる必要があるからですね。毎月この1日の配信はもうクドラジのカバーアート更新配信会というふうに、なりつつありますけど、はい。まあ、パソコンにね、データが全部こう入ってるもんで、ちょっとスマホでね、こう見たりとかして話しててもしょうがないんで、はい。で、今日は座ってちょっとお送りしてます。普段ね、もうなんか立って収録するのに慣れてるから、なんかね、座って収録するのちょっと、なんか違和感はあるんだよね。月に1回ぐらいあるんですけど、なんかね、だからちょっともしかしたら聞こえ方とかも違うかなとは思うんですけど、はい。そんな感じでクドラジのカバーアート更新配信をちょっと今日はやろうかなと思います。で、まあ、毎回ちょっと違ったりするんですけど、今回6月に関しては、もうすでにイラストはもう出来上がっております。AI ね。AI 使って、イラストを作って、で、そこから、まあ、カバーアートに良さそうなやつをピックアップして、まあ、軽くその、ね、編集というか、を加えて、で、それをカバーアートとして、まあ、使っていくという流れなんですけど、先月はどうだったかな？先月とか、まあ、月にも本当よるんですけど、もう、配信の中で、テーマというか、ね、決めて、チャット GPT にその、プロンプト考えてもらって、で、それで画像を生成するみたいなところも、もう配信してたりもするんですけど、まあ、今回は、もう、ね、数日前からやらなきゃいけないなと、6月のカバーアート更新するタイミングもうすぐだなっていうふうに、まあ、気づいてはいたので、まあ、前から気づいてはいるんだけど、なんかちょっと余裕がない時とかはね、やべみたいな、忘れてたってことも結構あるんで、ただ今回はもうやるぞというふうに決めてたんで、だからもう昨日の夕方というか、まあ、昨日のその AI イラスト生成分で、生成分というか、私ですね、もう毎日イラストは作ってて、アートステーションの方にもう全部上がってるんですけど、まあ最近なんかはその美少女イラストだけじゃなくて、メカとか仮面ライダーとかね、その辺も、あ、仮面ライダー言ってなかったっけ、あれ、いや、あの仮面ライダー作るとは言ったんだけど、多分まだちゃんと言ってないかもね。はい、ちょっとこれに関してはまた別の回でお話しします。はい、仮面ライダーもちょっとね、生成したりとかして、で、毎日作る時間は設けてるので、で、昨日のその AI イラストを作る時間を使って、この6月のね、カバーアートイラストを作ってみたという感じです。まあですので、もうイラストはもう全部用意してあるんだよね。ただ、生成した枚数がですね、全部で180枚ぐらい。全部で。まあ、というのもちょっとミスったのもあって、普段であればですね、その縦長の、なんかポートレートっていうらしいんですけど、縦長の、美少女イラストを作ってて、で、ポッドキャストのカバーアートって分かると思いますけど、正方形なんですよね。まあだから、縦長に作って、
で、そう正方形に切り取るってこともまあできなくはないんですけど、でもやっぱり縦長で作っちゃうと、AI もですね、縦長用にその画像を作ってしまうので、なんかこう、なんていうのかな、こう収まりが悪いというか、正方形に切り抜いてしまうとね、うん、っていうのもあって、まあ、最初から正方形で生成した方が、私の経験的にはね、いいかなっていうふうに思ってたんですけど、昨日、途中までそれに気づかず、いつも通り縦長にね、生成してしまって、結構いいやつも出てたんですよ。うん。結構いいやつも出てて、いいねいいねって思って途中で気づきまして、あ、やっべ、縦長で作っちゃった、みたいな。やべ、正方形じゃーんと思って、気づいた時にはもうね、遅くて、はい。まあいいや、じゃあもうこのまま作っちゃおうってことで、うん。一旦縦長でいつも通り作りまして、で、その後、改めて正方形のサイズに変更して、生成し直しました。まあ、ですので、枚数がね、だいぶ多くなってしまって、100、何枚だったかな？180枚ぐらいかな。全部で。はい。まあ、ここ最近その美少女イラストとメカ、もしくはまあ仮面ライダーっていうその2種類をね、生成したりはしていたんですけど、昨日に関しては、もう本当にその失敗があったせいというか、うん。一応なんか仮面ライダーもやろうかなって思ってたんですけど、もう、はい。美少女イラストだけになってしまいました、昨日は。うん。まあ、おかげで美少女だらけのすごく幸せな空間が広がってはいるんですけど、はい。まあ、そんな感じです。まあ、ですので、もうイラストはもう、十二分にあると。ただね、大変なのはこっからで、まあ、180枚。まあ、もちろん、なんか、まあ、ボツというか、っていうのも、まあ、結構あります。まあ、むしろ半分ぐらいがそんな感じなんですけど、まあ、だから180枚の大体半分、90枚、うん、がうまくいってたと仮定して、その90枚の中から、たった1枚を選ぶ必要があります。はい。ねえ、どうする？そこなんですよ。今日、まあ、配信、この配信で、まあ、やりたいのは、その、90枚、全部で180枚もありますけど、の中から、たった1枚を選んで、ポッドキャストのカバーアートにしなきゃいけないというところで、どれがいい？いや、まあ、みんな見えてないからね、なんとも言えないんだけど、リアルタイムに意見もらえるわけでもないし、うん。だからもう私が決めるしかないんですけど、ねえ。まあ一応このクドラジがもう皆さんの耳に届いてる時にはカバーアートは多分決まってるはずだし、一体私がそのどの候補で悩んでたのかっていうのも、アートステーションの方にね、まあリンク多分、クドラジの概要欄にいつも貼ってあるんで、まあそっちからアクセスしてもらえればいけると思うんですけど、うん。まあそこに上がってるのを見てもらえれば、ああ、こんなの生成して最終的にこれを選んだのかっていうのが多分わかると思います。うん。まあね、ただね、今最近ですけど、私そのフォトショップをですね、結構、ちょっとずつですけど、使えるようになってきまして、まあ、特にその、ファイアーフライによる塗りつぶしの生成機能とか、うん、は、ちょっとずつですけど、できるようになってきて、うん。っていうのもあるので、なんかね、こう、うまーく合成したりとかも考えてはいるんですよね。うん。例えば、さっきだと、どれか1枚をね、選んで、生成するって言いましたけど、思い切って、なんかもう、複数枚選んで、ね、もう合成しちゃうっていうのもありかなって思ったりはしてるんですよね。うん。なんか、それこそさっき縦長は無理って言ったけど、縦長でも、縦長ってことが要は2つ縦に、横にね、並べれば、まあ、
正方形で、まあ、そのサイズにもよるんだろうけど、うん。うまく合成すれば、まあ、縦型でも正方形にすることはできるし、他にもね、その、正方形の画像はあるので、なんかうまいこと、組み合わせて合成して、するっていうのもありかなって思ってます。これまではね、やっぱもう生成した1枚のイラストを使って、そこにその、まあ、駆動図レイディオみたいなロゴを入れてみたいな感じで、もうほんと簡単に作ってたんですけど、ね、ちょっと練習というか、ね、力試しという意味も込めて、まあやってみてもいいかなって今、ほんと今思いました。まあ生成した画像の中にはね、まあよくある話なんですけど、足がなんか4本とか3本あるとかね、指が5本あるとか、まあ人を画像生成するとよくあるものなんですけど、まあそういうのもね、Firefly 使えば修正できたりもしますし、なので、うわーどうしよう、迷うなどうしよう。確かにね、縦長でもその手法でいけば組み合わせられるんだよな。前に、まあ、全然今回のこのカバーアートの生成とは全然関係ないんですけど、まあ今美少女のイラストを作っていますと。で、加えて、まあ仮面ライダーとか巨大メカのイラストも作ってますよね。で、前クドラでちょっと言ったかな、その、性の象徴である、まあ女の子のイラスト。まあ、女の子は、まあ、いずれっていうか、まあ、ね、子供を産むことができますから、女性はね。だから、まあ、性の象徴である、女の子のイラスト。で、その反対に、要は、まあ、戦争とかの、兵器として使われる、まあ、巨大メカ。まあ、人の命を奪うという意味では、死の象徴でもあると。まあ、そういう、その、真反対の組み合わせが、すごい、なんていうかな、いいんじゃないかと。まあ、実際ロボットアニメ、ガンダムとか、もうね、そうですけど、大体やっぱ、その主人公のパイロットと、なんかヒロインの女の子みたいな、ね、やっぱありますけど、やっぱ王道なんだろうなっていうのもあるので、なんか、そのメカイラストと美少女イラストをですね、2枚そのフォトショップ上に並べて、で、その合間をね、合間を、その、ファイアフライの画像生成機能で合成するみたいなことをね、ちょっとやったりして遊んでたんですよね。これがね、なんか意外と悪くないなって。もちろんその、組み合わせる画像にもよるとは思うんですけど、うまーく組み合わせれば、なんか、それっぽい、なんか、イラストできるんじゃないかなって。美少女&メカのね、イラストね。まあこれもちょっとまた別の回でね、なんかちゃんと話したいなとは思ってたんですけど、はい。なのでちょっとフォトショップのね、このファイアーフライのね、合成とか塗りつぶし機能がね、すごく優秀なので、いやーちょっと使ってみたいなまあうまくいくかな、でもね、いやどうすっかね、本当にどうしましょうか。無難に行くんだったら、やっぱその正方形の形というかサイズの女の子のイラストを、まあ1枚だけ使ってやる。それか、まあ正方形だったら、それこそ4枚、なんつうの、左上、右下みたいな感じで、正方形の画像を配置すれば、まあ、でかい正方形の画像にはなりますんで、まあ、それでも、で、合間をね、合成するとか、ね、ちょっとやってみようか、試しにね、それで。まあ、ちょっと皆さんにはね、見えてないかもしれないんですけど、なるべくちょっと伝わるように実況みたいな感じでやっていこうかなと思います。例えば、何がいいかな。結構ね、候補はあらかじめ考えてはいたんだけど、やっぱね、いや、これもいいな、これもいいってなって、考えてる合間にね、どんどん、なんか何がいいんだか分かんなくなってきちゃうっていうね、もうあって。とりあえず、
女の子の画像を4枚組み合わせてみます。これどこが真ん中なんだって、ちょっと待って、これ縦の際、縦横がね1024に、じゃあ1024だね、1024になってるんで、1024の半分ってなんだ、512、511、13んで、ちょっと待って、ズームして、510、あ、でもだ、もっとズーム、もっとズームして、はい、512になりましたね。まあ、最終的には、その画像と画像の境目に関しては、全部合成してしまうので、Firefly で。まあ、だからあんま気にしなくてもいいのかなって気もしますけどね。まあいいや、ちょっとまず1枚ちょっと配置してみました。とりあえず。で、じゃあ続いて、良さげなイラスト。ですね、どうしようかな。いや、本当にたくさんあるんすよ。ですね、どうしようかな。全然絵柄もね、若干やっぱ違ったりとか。よし、2枚目これでいこう。はい。よいしょ。よいしょと。はい。OK。もう配置できてるのかな？まあいいか。最後にはね、塗りつぶしちゃうんで、境目。なんとかなるでしょう。よし、よし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 。あと2枚だね。あ、じゃあこれ。いや、楽しみだね、これね。いや最近ほんとこんなことばっかして遊んでんだよね。楽しいんですよ、ほんとに。うん。なんかね、昔ちょっとフォトショーあんま好きじゃないって話も多分前したかもしれないんだけど、最近ね、ちょっと楽しいんですよね。OK。まあ、こんな感じで。はい。で、あと1枚。あと1枚、どうしようかな。あと1枚は、これでいいや。はい。よし。さあ、これで。あ、ちょ。回転しちゃった。これで、女の子の美少女イラストが4枚、格子状に並びましたと。あー、なんで。はい、並びました。そしたら、ここでですね、使うのが投げ輪ツールですね。はい。投げは、まあ、正方形でもいいのかな？多角形ツールでもまあ、いけんのかな？ちょっとこの辺は、長方形選択ツールでもいいか。うん。で、あ、ちょっと待って。結構がっつり大きく取った方がいいかな。で、はい。こうでしょ？あ、そっか。ちょっと待って。先にこの真ん中やっちゃうか、じゃあ。まあ、要は、今、4枚の画像を格子状に並べてるので、境目がね、十字になってるんですよ。今、その十字の縦線の方を、長方形選択ツールで選択しました。そこをじゃあちょっと塗りつぶししてみます。はい。プロンプトはまあ、なしでいいんじゃないかなと思うんだけど、うん。ちょっと生成してみます。うわー、どうなるかな、これ。楽しみだね。うまーくなんか、調整してくれたら。でもね、その、サイドはね、いいと思うんだけど、やっぱね、上下の並びをうまーく合成するのむずいと思うんだよな。いやー、厳しいな。厳しい。あれ？なんかうまくいかないな。あー、あれ縦も結構厳しいな。なんかうまーく合成してくれるかなって思ったんだけど。これあれかな？ちょっと待って。ちょっとやり方を変えます。やり方変えよう。さっき、まあ、女の子のイラストをたくさん、配置したんですけど、まず選択ツール、移動ツールか、移動ツールで隙間を開けます、白く。
はい。白くっていうか、その、隙間を作ってあげて、要はそこに、そこも含めて、合成してもらいましょうか。よいしょ。OK。よし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 。いいよ。いい感じに隙間開けました。で、ここで、長方形選択ツールで、よし、じゃあここだな。よし。これで、いけんじゃないかな。要は今ね、その、女の子のイラストの、要は、端と端と、その、端と端の真ん中に白い線が、白い線っていうか、その白い空間がね、あります。だからそこをうまくつないでくれれば、いい感じになるんじゃなかろうかという作戦です。うん。完全にもう遊んでますけど、私。いや、でも楽しいんだよね、ほんとね、最近ね。あれ？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 ちょっと失敗しましたね。なんでだろう。あれ？ちょっと待って。俺、ちょっと待って、そんな、なんか思ってたんとちゃう。じゃあ、やっぱ、これあれかな？その、やっぱ4枚をくっつけるのはなかなか厳しいか。なんかプロンプト入れてみるか、じゃあ。ですね、これね、イタリアなんですよ。一応、設定がね。イタリアのフィレンツォだったかな。フィレンツォ。ツオか。はい。で、これでちょっと生成してみます。さあ、どうなるかな。頼む。うまくいってくれ。もうちょいだよ。お、出ましたが、ダメだ。ダメだ、うまくいかない。なんでだ。え、ちょっと待ってね。これなんでだろう。なんでうまくいかないんだ。ね。アートボード関係ないよな。背景が問題だったりする。関係ないよな。消します。チキショー。なんでなんだ。あ、これ、あ、そっか。なんでうまくいかないんだろう。プロンプトが悪いかな。ちょっともう一回だけチャレンジさせて。合間を選択して、で、ここに、さっきはね、ちょっと地名を入れてみたんだけど、ちょっと花とか、実は花が写ってるんですよね。花、草、壁とか、なんだろう、ドレス。ちょっとこれでいきます。これでダメだったら、ちょっと正方形をちょっと組み合わせるのはやめようかな。それとも、でもな、なんかもううまくいくと思ったんだけどな。ちょっと待って。いや、ちょっと、すごいなってきたな。違うんだよな。そういうことじゃねえんだよな。今何が起きてるかっていうと、うまく説明できるかな。画像と画像の間にね、隙間があるんですけど、その隙間に一輪の花が咲きました。これちょっと見せたいけどね、ちょっと難しいな。まあダメだ。これ無理ですね。そっか、ちょっと待ってよ。難しいのか。ちょっと待って、アートボード新しく作りましょうか。隣に。はい。じゃあ、もうちょっと今日これで最後になると思いますけど、最終的にどんなものが出来上がるかちょっとお楽しみということで、
縦長の画像を2枚並べてみます。はい、縦長ね、縦長の画像を2枚並べてみて、でそれを塗りつぶしでちょっと埋めてみるっていうのはどう？縦長だったらどうかな、いけるかな。ちょっと待ってね。だから2人の女の子がまあいると、うん、でそれをこううまーく合成できればめっちゃいいんだけど、いけるかな。じゃあちょっと長方形選択ツールでこういけるかな、塗りつぶしで、それこそ花、草、ドレス、あ、なんだろう、まあそんなもんかな。イラストにしとくか。イラストって入れとけばなんとかなりそう。ちょっとこれで作ってみます。どうなるかな。せめてこっちはうまくいってほしいな。これでダメだったら本当にもう いつも通り正方形のイラスト1枚絵でいく感じにはなりますけど、わー、あー厳しいな、厳しい厳しいですね。あれこんなに難しかったっけ。この前ね、全然関係ないメカイラストと美少女イラストやったらうまーくいったんだよな。なんで、なんでな、なんでな。やっぱこれあれかな、隙間が空いてないから。でも隙間空けちゃうと、思い切ってめちゃくちゃ開けてみる。ちょっと完全に女の子見切れちゃってるけどね。見切れてるけど、もしかしたらなんかうまいこと、ちょっと何もプロンプトなしで言ってみるか。ちょっと横長な画像になっちゃいますね。だからね、これはまだ使えないんだけど、横長になっちゃってるからなんでだろう。なんか、あ、あ、マジか。ちょっと待って。やっぱ間をめちゃくちゃ開けるといいかも。プロンプトなしでいけるわ。うわ。あ、マジ？ちょっと待って。ということはだよ。女の子たちをうまーく配置すればもしかしていけるかな。いや、縦長むずいな。なんかもっと綺麗にいくのかと思ってたけど、そっか、隙間がないとむしろそのどう調整していいか迷うのか AI も。ちょっと一旦さっきのあの正方形の方に戻ります。でちょっと待ってね。これ消して、で正方形イラストの女の子をもっとちっちゃくしますこれもっとちっちゃくして意味あるのかわかんないけど、もっとちっちゃくして、そうだな、もっとちっちゃく、だからもうかなりその4枚配置してるんだけど、かなり隙間があるっていう感じかな。もうちょっと大きくていいかな。OK。よし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 。いいよいいよ。ここの調整はなかなか難しいね。そうだな。まあまあ今いいか。とりあえず一旦これで。で、長方形ツールで、間を選んで、塗りつぶす。いけ！さあ、どうなるかな？うまくくっつくかな？これね。やっぱちょっと余裕を持たせなきゃダメなんだね。なるほど。勉強になりました。どうだ？あれ？
あれ全然あ全然じゃん。あれ嘘だろ。あれかな、ちょっと、じゃここだけ。ちょっと上の部分だけに、絞って、生成塗りつぶし。生成これは、難しいな。もっと綺麗にいくと思ったんだけどな。あ、ダメだ。もっと、もっとかな。もっと開けなきゃダメ？ちょっと待って。もっと開けますわ、じゃあ。さっきからね、これが最後って言っときながら、ちょっと全然最後じゃない。申し訳ないんだけど。もっと開けます、じゃあ。もっと、なんかもっとね、開けろって言われてるっぽいので。これでダメだったら、でもそっか。さっきさ、その、縦長の画像をさ、うまく合成したじゃないですか。ちょっと待って。アートボード3の方ね。よいしょ。これさ、これを、横につなげる、横でか、ちょっと待って。こうだな。こうして出来上がりました。で、何なんだ。で、ちょっと待って、アートボードツールで、ちょっともう一個作る、アートボード。作ります。で、こっちの、画像を、待って。アートボード3のやつ？ん？ 3 じゃない。待って、ん？ 4？ あ、いいわ。ちょっと待って。みんなにアートボードの番号言ってもしょうがないもんな。これコピーして、あ、コピーする必要ねえんだ。ごめん。何やってんだろう。グループというか、あ、なんか変更になっちゃう。ちょっと待って。比率は変えないでほしい。OK？ お？ちょっと待って。なんかいいかも。いい感じかも。どうしよっか。こっからどうするかだな。これを、こう、持ってきて、今全然ね、みんな何してるか全然わかんないと思うんだけど、ちょっと一旦待って、みんな。で、長方形選択ツールで、上を、塗りつぶす。プロンプトはなしで、はい。これいけるかもしれない。いけるかも。なんか正方形のイラストの方が組み合わせやすいかなって思ったけど、縦長の方が組み合わせやすいかも。うん。なんか。あれ？あ、ダメだ。あ、いけた。あ、いい感じのが出た。よし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 。で、あ、でもな、これな、多分カメラの、なんていうの、その、なんか、魚眼レンズみたいなやつと、普通の多分レンズみたいな感じで、の画像で組み合わせちゃってるのね、今ね。だから、まあ、若干の違和感はやっぱあるな。まあ、ダメだな。なんかやっぱ、今ね、私、フォトショの、ベータ版使ってるんですよ、実は。アドビのファイヤーフライ3が使えるってことで、ベータ版を使ってるんですけど、やっぱベータ版はね、結構失敗する可能性が、は全然ダメだ。ちょっと待って、もう一回やるわ。ちょっとうまくいきませんでしたね。がっつりじゃん。はい。で、塗りつぶし。他の塗りつぶしはね、結構ガチャですから。いけるかな。今2人のウェディングドレスを着た女の子が要は並んでる状態ですね。なんかダメそう。ダメそう。あれ、なんでだ。
うまく埋めてくれないんだけど。埋めてくれてええんやで。だから、やるとしたら、構図が近い女の子を二人並べて、あ、言ったけど、片方ちょっと微妙だな。うん。ああ、わかったかも。うん。なんかいい感じのはちょっとできそうかも。だね。オッケー。ちょっとこれでいってみようかな。これでいくっていうのはその、今作ったやつってわけじゃなくて、ちょっとこの手法を使って、女の子、ウェディングドレスの、まあ、ジューンブライドなんでね、6月のね。だからそのテーマはウェディングドレスにしてるんですけど、だから、ウェディングドレスの女の子を2人、なんとか並べて、で、やれば、いくかも、うまく。よし。じゃあちょっと、ここからは、黙々作業タイムに入りますんで、配信はここで終わりにしたいと思います。いやーね、皆さん、全然何が起こってるのかわかんないと思いますけど、まあ出来上がったイラストを見ればなんとなくやってたことがわかるかも。うん、多分ですけど。はい。まあですので、まあちょっと出来上がったやつを楽しみにね、待って、今これ聞いてる段階ではもうみんな聞けてるんだよ。見れてるんだよね。うん。ですので、どんなものが出来上がったのかね、今の私には分かりませんけど、今聞いてくれてる皆さんの方が分かってますから、はいこれからちょっと頑張りたいと思います。というわけで、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。いや、今回もね、こんな配信に付き合っていただきありがとうございました。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。